カズレーザーと松陰寺のチルルーム。本当に無駄をなくすのって無理なんですよ。もらうものって全部無駄になっちゃうなと本当最近思います。でも服とか全く着てないですね。あ、そう。俺もめっちゃ家にあるんですけど。え、でも服はもうもらいただく？いただくんですけど、うん、結局全然着ないです。嘘。もう服に興味がやっぱないから。同じ服でずっといいですよ。いや、そう、だから俺もせん。で、これも俺基本いただき物しか着ないんだけど、はい、だからこれも今日一番上に置いてあったから着てきて。そんな服めっちゃある。だからずっとあのそのなんかやった仕事のロゴが入った T シャツとかめっちゃもらえるじゃないですか。もらう。開けたいっすよね。え、開けてます？あれ俺は開けるよ。本当に？うん、俺4000頭身の単独 T シャツとか今までに。それはいい、それはいい、それは嬉しいですけど、なんか企業さんとかのあるじゃないですか。なんかまああるんですけど、うん、なんかもらうときはまあまあ家だったらパジャマにするかって思って持って帰るんですけど、そんなにパジャマってサイクルないですもんね。しかもボロボロになっても着るからパジャマって言うじゃないですか。そのために新品開けないんですよ。だからパジャマでパリ新品はパジャマでパリッとしたくないんだよ。ずっと新品の袋に入ったものシャツが結構あるんですよ。だからもうそういうのはだから後輩とかにあげるしかないよね。もう後輩も知らん企業のロゴはいらねえだろ。いらないかな。そこまで、そっか、それはいらないでしょ。そこまでね、やっぱ俺らも俺らも当時そうだったんですけど、そこまで服には困ってないんですよ、ね、そうなんで意外とな。で、着たいもん着たいんだよね、はい、お金なくても。そうか、だからなんかね、むずいな。無駄をなくすの無理ですね。だから今そういう無駄をなくそうっていうね、世の中の流れがあるからさ、そもそも作っちゃダメなんでしょうね。そうか、それからもう提供供給する量を減らさなきゃ、うん、無駄は絶対生まれるんですよね。供給が肩しちゃってんだな。だからもうお土産とかなんかもう、うん、そういう試供品、うんうん、どうにかしてああいうなんかこれよかったら持って帰ってくださいっていう文化をなくすしかない。そっか、確かに。でも礼儀としてね、礼儀じゃないけどなんか習慣としてさ、うん、だから社会人習慣をやっぱ変えなきゃならない。そうやな、そうやな。少ないですけどっつって、うん、天城風が一番でも本当そう思うな。いや、マジで一番嬉しい。欲しいものがねちゃんともらえるし、アマゾンギフトやな。あの年末になんか番組の忘年会、スタッフさんの忘年会になって、うん、そこでなんかプレゼントとか出すんですよね、うんうん、やっぱ天城府が一番いいっていうか。あ、そう、天城府かあのディズニーランドのチケットがマジでいいんですって。みんな喜ぶんです、それが。だからクリスマス会とかでさ、はい、みんな持ってってさ、こうぐるぐる回すやつあるじゃん、はい、プレゼント効果ありましたね、はい、あれでよっしゃって思う人めっちゃ少ないよな。いらんもんばっかりな。あれの子供だから、まあ、何もらってもまあまあ、まあ、そうか、その瞬間瞬間は、うん、大人であれやると良くないな。じゃあ良くないですね、あれは。良くないな。大人って何やる？いや、もしあれ行くとしたら何出します？いや、金とか換金性高いのとりあえずなしでしょ。なし。物。いくらぐらいか。しかも誰に行くか分かんないんだからね。5万がじゃあ1万円以上10万円未満。結構幅広くします。ね、あれにする。外付けハードディスク。うわー、なるほど。いや、俺いらんか、いらないと思う。いらんか。でもパソコンにもいけるし、テレビにもつけれるし。いるかな、どうだ。結構迷いますね。いや、もうあれ結構そういう電化製品寄りのものもらうじゃないですか、うん、箱から出さんくないですか。もう出さん、あー、いられんだ、いられんだ、やべやべやべ、新品のまま置いてあるんですよ。そうだ、俺も開けてないもらった時に、うわ、めっちゃいいドライヤーっすねって思ってた。ヒゲ剃りとかもなんか置いたままのやつ。え、こんな、え、いいんすか、これ回っちゃってつまんじゃないですか、あれ。間違えた、これ良くない、やめよう。いや、電化製品はなんかもう捨てるのももったいないし、捨て方も分かんなかったりする。え、相場いくらって言ったっけ。10万円未満じゃない。え、男性も女性もいる。いる。え、むずっ。いや、そうなんです、むずいんですよ。でも絶対あるはずや、なんか。なんか俺一時はみんなスマートウォッチすぐ配ってたな。あー、でもスマートウォッチもさ、もうお気に入りの時計してる人いたらさ。いや、そうなんですよ。いらんから2個いらないですもん、ね、2個いらない。だ、今だとむずいでしょ。だから出始めた今だったらあれいいじゃないですか、あの VR アップルビジョン。あー、ビジョンプロ、はい、これね、はあ、ビジョン、あれは自分で買わなかったとて、それもらった瞬間はまあ嬉しいですもん、ね、嬉しい嬉しい。まあ多分みんな箱から出せないと思うけどじゃあダメじゃねえか。でもなんかまだいいじゃないですか。ハードディスクはうわ、これ使うかな、まあ、そうやな。これは使ったことないから、あ、これあれだ、聞いたことある、はいはいはい、でテンション上がるから、まあいいんじゃないですか。ゴーグルいいね、はい、あのデバイスのやつな。結構流行りものは、あ、流行りもの、あ、知ってますで、ね、1個テンション上がるから。流行りものはその分かる、はい、ブームに乗れてる感あるから。でもそれ時間経っちゃうとね、また変わってきちゃうんだけど、うん、あれどうですか、炭酸水作るやつ。あ、知ってる、それ作れんねんな、家で。家に俺あるんですよ。あんの。もう使ってない。
なんで？え、あの作れるもん。ウィルキンソン買わんでいいねんで、だって。ウィルキンソン買っちゃうの結局。格安でめっちゃ作れるんだから。いや、あのね、これ入れて、うん、めっちゃ強い炭酸なんですよ。シャーってなるんでしょ？あの、ガスが切れて、うん、ガスを注文するのがもうめんどくさくなって。ガス切れるんだ。がなかなか切れないんですよ。うん、結構ヘビロテで使ってるけど、うん、1ヶ月が余裕と持つんですよ。うん、で、1回なくなって注文して、うん、注文した日に届いてないと、なんかめんどくせえなってやっぱ思う。それに考えたらやっぱ。で、ここで、うん、じゃあ格安とかでちょっとだけ炭酸頼むのもなんかバカみたいじゃないですか。確かに。格安で来るのにつなぎのためにな。でずっと使うから安く済むのに、うんうんうん、今買うんだってのがってなって買ったらいいよ2、3本で2日ぐらいかかって3日ぐらいかかったのかなってまた取り替えて、うん、やっぱこれいいなって、うん、ちょっとねこのカチャっていうこのなんかねこのヒンジの部分がちょっともろくなってるんですよ、うん、あだカチャって入れて、うん、強炭酸するとプシュってちょっと汚れるんですよ。ああもうそれがもう作業が嫌なんだ。拭いて、うん、まあでもトータルコストは安いからで、そんな使っててまたガス切れたんですよ、うん、もうそっから頼んでないもういいや、もうやばい、折れた折れた、もう格安で炭酸、格安はその日に届くからね、超強炭酸650みたいなのがあるから、それにしようみたいな。だからそうなるとな、なっちゃう。でも買ってなかったらもらった瞬間嬉しいと思います。ただ多分、ねうんね、使い切る使い続ける人はちょっと少ない気がする。コーヒーメーカー、うわいいいいいい、そういい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 いですね。確かにちょっといい。で持ってたらどうしよう。うわそれ考えるのきついな。あそれはでもありそう。持ってる可能性、好きな人は絶対買ってますもんね。そう持ってるから。で買ってない人はまあなくてもいいから、確かにちょっとな。いやだからそう考えたらさ、欲しいものって全然違うんだからさ、プレゼント持ってぐるぐる回すのやめた方がいいよ。まあまあまあ、まあ、そうなんですよね。そうなんですけど、うん、あるじゃないですか介護、まあ、たまに。ある。万能ないか、さすがにもう無理ですか。いやだから俺それで。なんかタオルは結構。オッケーでしょ。タオルいい、タオルは何本あってもいい。タオルって渡すのが一番いいじゃないですか。うん、でもその結構何万とかになった時にタオルってちょっとね。そうちょっと相場が上がると安くなっちゃうから。ね、あと枕もなんか合わないから結局いらないんだよね。ちょっと高めの誰でも喜んでくれるやつ。ああ物がむずいな。電動歯ブラシ。おおいいいいですよ。いいですよ、電動歯ブラシですよ。いいね。電動歯ブラシは嬉しい。しかもその。その最新のやつは嬉しい。一般その普段売ってる振動とはまた違うベクトルのも、うん、あはいはい、超高性能振動みたいな。まあ嬉しい。それはまあかなり嬉しいです、うん、電動歯ブラシじゃないですか。あ決まった。電動歯ブラシはまあ結構強いな。電動歯ブラシあれいらないですね、うん、あの電動キックボードあいらんな。いらないですよね。乗らないしな。乗らないしな。その普通に乗ろうと思ったら登録いるでしょ。いる。つけなきゃいけないでしょめっちゃ面倒。ループ乗るしな、本やったら電動キックボードは絶対新しい。絶対ダメだな。でも結局なんかある程度の値段高いものってなると思う、電化製品しか浮かばないですよ。そう、その時点でセンスないんでしょうね。そう、そう、だから本当はみんなあるんだろうね。あるんですよね、もっといい。あれがいいよっていう。悔しいな。いやでもそっか、家にあるもの忙しいけど楽しくねえんだ。楽しくない、マジ楽しくない、やめたほうがいいです絶対自分のペースで物は消費したほうがいい。これは言い切れる。いや俺とそれ聞かんかった。俺やろうとしてたわ、うん、絶対見たほうがいい。楽しくないんだね。楽しくない。でもやっぱりちゃんと捨てずに置いてるのが偉いよね、あのメイクオートしてた一般の。そうありますね。どうしていいか分かんなくて、だからまあ、 あのうちの姉ちゃんとか家に遊びに来たら、ね、あげるようにはしてるけど、意外と奥さんは自分用で合う合わないがあるんですよね。そうだから女性の方が詳しいから、詳しいからこれ合わないんだよなとかなんですよね。そうだからなかなか難しい。そう、それが一番いいんですよ。いやでもさ、善意でもらったものをさ、そう、それをもうちゃんと宣言して、そう、ああそう、ありがとうございます。はい。だからメルカリ出す時も、うん、サインして出せばいいんです。そうそうそう。自分の。ええー。松陰寺、本人がそれやるの？松陰寺太夫のもらいものですっていう。うん、そう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 。ああ。それ出てるのも転売じゃないじゃないですか。もらったもので、あでもちゃんと見てくれたんだ、届いて、なるほどなるほど。使い切れないからサインしたんだっていうのを、なんか一個。で、値段も超格安にして、うん、そうそうそう、なるほど。で、いいんじゃないですか、それがいいでしょ。確かそれ一番いいかも。あとそれでやった分だけなんか寄付とかに回せば、そうか、悪いことはないと思う。なるほど、なるほど、はい、あでもそれ、でもやってるやついないね、今いないんじゃないですか。だからそれがいいでしょ、めっちゃいいでしょ。やり始めのタレントとして、はい、やりましょう。もらい物です、よかったらどうぞってサインして。すごいよ、エコやし。もう最後自分のシールとかでもいいですよ、なんか作って。シールサインとかよりも、なんかもうその方がシールとか自分のオリジナルシールみたいなのを作ってキャラクターシールみたいに貼った方がリアリティとか、なるほど、プレミア感出るから。いいんじゃないですか、まだ誰かやってないから。面白いかもしれないですね。めちゃめちゃ安く売ってるっていうのはすごいね。使えるし。全員でやってる感じ。そうそうそう。あ、それいいな。いいんじゃない。いいかも。
でそうなってくると、結局ファンはそっち買うんじゃないかっていう。そのトータルで自分のところ届くのは減りますよね。ずっとループする。そう、そっちの方が欲しくなる。あ、なるほど。ずっとループしてほしいしね。確かに。欲しいがために送って。はい。いらんもの、ずっと書き続けなきゃダメじゃん。いや、いいんですよ。チャンネル登録、メンバーシップ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。